はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今回はこちらダークネスアイズを使ってみたいと思います。はい、もうすでに食われちゃってますけど、おっちゃんがね、このおっちゃんの覚醒じゃなくてリーダースキルじゃなくてスキル暗闇耐性の数でエンハンスということで、まあ宝石姫の感じ、宝石姫みたいな感じですね。宝石姫みたいな感じのスキルをしてるんですが、これがね、なんと1個 70% だったかな。このパーティーフレンド含めて6個で 5.2 倍というね、まあ、下手にファセットつけるよりかは明らかに火力が出ます。怪盗キット1人入れたら 4.5 倍、それぐらい出ますよね。だから、まあ、怪盗キット詰めまくって22倍、クリリンとかでもいいです、あのバットマンでもいいです。暗闇耐性の暴力でバカみたいな火力出ます。22倍のエンハンスですよ。相当やばいよね。ということで、使ってみようと早速ね思いますが、スキルが溜まるかっていうのがね問題なんですよね。どこ行きましょうかね。長いダンジョンがいいね。ケプリ降臨、ゼウスマーキュリーやっちゃったから、ヘラコ、あ、ヘラ降臨はなんか違う感半端ないけど、ケプリはね、メジェドラとかあの辺がめんどくさいんだよな。でも8階層は大きいよね。どうせボス戦でも耐久するし、ケプリ行ってみよう。 OK、 行きましょう。はい、クイックスタンプでまずね、これ2ターン貯めれますから、ここで2ターン貯めていきます。は？なんで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 僕なんか悪いことしたかな。ここで貯めようかな。じゃあちょっと待てよ、一人耐えて頼むわ。お前を狙う。 OK、 完璧。ほら、ここ貯め放題なの。スリープモロ的な感じで貯めたい放題なんで、いいねいいね。14ターンかかるからね、まだ。ただダメージ入った瞬間なんかめんどくさそうなんで、もう一ターンだけにしましょう。この次倒します。どうせねボス戦もね、なんたらの衣みたいなとこまでは耐久すると思うんで、あ、ちなみにあのケプリとかメジェ君の覚醒無効を受けた状態でこのエンハンスは使えませんのでね。ラータマちゃんだ、サイレントスマイル。ヒカタンもいますね。ヒカタンでも貯めれたか。割とスキルダメポイントは多いね。あ、そっちから行くんだ。おい、グリーンタックル仕事しろ。コーソルキャリーと一緒じゃねえか。しょぼいグリーンタックルや。イカタン落とします。落ちません。みんな火力は可愛いね、ここね。いやー、でもこれ操作時間が短すぎてさ、なんかせっかくエンハンスは溜まったけどいいコンボ組めなかったみたいな感じで終わりそうな気もしますね。ただ猛毒とかあるからやっぱり回復バッジは外せなかった。スキルで消すって手もあったけどね。ラータマ嬉しい。おーい、なんでやって、落ちてや。ソーラーレーザーのスキル上げ結構大変なんだって。なんかあれさ、ラーにさ、ちなんでさ、7上げとかなんですよ。そこ合わせなくていいよね。1、2、3、はい、お前は落ちるんだな。あ、ただ花竜はね、リンシアの進化に必要なんで効かないんですね。ごめんなさい。完全無効でございます。
そう、花竜がねめちゃくちゃ必要なの。昨日ねアーストラゴン15体じゃない30体集めたから、僕3つだったか。これじゃあ絶対消さないといけないんだ。でいたずらも来ると、回復消さなかったらいいよ。 OK、 じゃあ、回復3分割を頑張りまして、お邪魔一旦ほっといて毒を消す。回復バッジ頑張ったね、ありがとう。真ん中メジェケーク、ロック1個ってのもなんか腹立つよね。うわー全然間に合わねー、これきついな。タックル遅延か、オッケー。またお邪魔とかではないんだね。ただこの人たちバインドがあったはずなんで、減らすとね。ここはさっさと倒しましょう。スフィンクスおったっけ、なんかいた気がするな。進化してないやつだよね。進化してるやつはなんかセルケとかなんかだったよね。ノーマルスフィンクスがいるんで、ここは一旦スキル使っちゃおう。スキル使っても間に合うかが不安なんだよな。おし、さすがにこれは倒せる。水もあるしね。 OK です。よしやってきました。もうスキルは溜まってるんで、この吸収、風神積んでくるとかでもよかったかもね。そっちの方が楽だったかもしれません。コロ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 。お邪魔2個はね、ちょっと汚いよね、それはね。今のうちにたくさんコンボした方がいいかな。でも意外とこれ水でさ、ダメージ入っちゃったりみたいなさ、ありえるじゃん。毒作ってくんのか。はい、覚醒無効入ります。まあこんだけ体力あったら1コンボでもなんとかなりそうですね。ドーン、はい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 、暗闇、あ覚醒無効か、それはずるい。はい来ました、こちらです。暗闇全部解けよかった、めんどくさいことしたな。はい、じゃあ時空調律からのスターウェイクよりかは警戒昇竜陣の方がいい気がするんで、とりあえず警戒昇竜陣ドン。少ねえな、ちょっと少ないからやっぱこっちにしよう。あ多いなまあいいや、頑張りましょう。いやどうせ間に合わないんだってこれ、分割が。囲みます、はい、落ち込ん来い。うわー渋い。火力はまあ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 もっと組みたかったな。難しいね、なかなかいい陣が出るとは限りません。落ち込んが来るとも限りません。ただ相性はいいです。いやでも困ったね、2ターンあるわけじゃないし、普通のパーティーアルテミス3体ぐらいしかいないから、多くても3体で 3.1 倍、それだったらねファセットの方がいいもんね。難しいね、なかなかね。これから暗闇耐性たくさん持ったキャラクターが出たら外れではないっていうことになったキャラクターみたいな感じかな。まあぜひ光属性に暗闇耐性多いので、もし光属性中心使ってる方はね、使ってみてはいかがでしょうか。以上、あっちでございました。バイバイ。